おお、すげえ。不思議すぎだぜ、グリモワル。まずはここを抜けるってわけね。危なくなったり疲れた時はゲートからナインウッズヒルに戻って一休みがいいのです。よし、行くよ。かかってきな。よかった。やったな。やりお、ツタが邪魔で進めなくね。このマークってエナクロ様印の萌え萌えマークなのです。エナクロ印って、萌え萌えのアビリティを覚えているミラージュを連れてくるといいというサインなのですよ。もし萌え萌えを覚えられるミラージュがまだいないのなら、きっとこの近くでも会えるので探してみるのですよ。
態で。突撃！うっ！いいバトルだったな。頑張ったかな。本当に不思議な世界だね、クリモワルって。しかし高えな。これって飛び降りたらどうなるんだ。今すぐ試してみれば。もらった！いけ！やったな。これくらいならね。遠慮します。
なんだろう、あの光。いいバトルだったな。それくらいならね。どうってことないって。Thank you.
ま、こんなもんだな。じゃあ、俺疲れてきたよ。口に出したら余計疲れるわよ。まあ結構坂が多いから、いっミラージュたちさ、俺らのせのせしたまま進んでくれないかな。そんな都合いいことが。ノリノリアビッ。どうってことないって。あるの？マッチって。いいバトルだったな。実力通り。やったな。頑張ったかな。
んだけど、うん、やっぱりまた思い出せないな。ミラージュを連れし大人、あなた方はこの世界のものではありませんね。あ、認めて隠れ忘れたです。まあ俺らも小さくなり忘れてるけど。あなたは？それにその杖の。私はユーナ。あなたたちは新しい密会たちですか？この世界にこれ以上の混乱はいりません。この世界より去りなさい、災いなす者たちよ。もしかして帰った方がいいのです？てか、なんで彼女はあんなに怒ってるの？ちょっとな、彼女に何し…たの？俺なの？何したの？これで。これでどう？決める。
行くよ。いいバトルだったな。まさかその力はファーナルース様と同じミラージュ使いの力？一体あなたたちは。え？ファーナルースってそれって母さん？そうだよ、お母さんの名前だよ。あの私たちのお母さんのこと知っているんですか？こちらに来てください。してたのと同じだ。え？じゃあこれって。そっか、だからあの杖どこかで見たことある気がして。今から100年ほど前にこの世界を救った異界よりのセイバー、ファーナルース様です。え？母さんが？でも100年前。どういうことだよ、母さんがセイバーだって？この石板の人がそうだって言うのかよ。あのファーナルース様を母と呼ぶあなた方は一体何者なのですか？それは記憶が。そうでしたか。その石板のファーナルース様について知ってることを何でもいいので聞かせてください。すみません、私もこの世界のものなら誰でも知ってる伝説としてしか。はい、それでも結構です。今から100年ほど前、このグリモワールが大宮の悪魔と呼ばれる存在に滅ぼされようとした時、クゼへの道と言われるアルテマゲートを作り出し、神の国より3人の御使いを呼び出して世界を救ったセイバー、それがファーナルース様です。いかにも神話って感じの話だな。神の国と道をつなげ世界を救うなんてすごい人なのです。そうですね。しかし世界は大宮の悪魔からは救われましたが、その後3人の御使いはこの世界に残りました。その一人がバハムート王ブレンディレス。バハムートってコーネリアを襲ってきた連邦の軍？はい、ブレンディレスと他の御使いは世界休戦後、突然増えたミラージを使いゆっくりと世界中の国を手中に収め連邦王国を作っていったんです。突然増えたミラージュって、まさか私たちが失ったミラージュと関係ないわよね。そりゃそうだろう、だって100年前の話なんだろう。エナクロが言ってたよ、私たちがいたナインウツヒルは時すらない世界だって。ね、タマ。はい、なのです。あそこは時の概念が他の世界とちょっとというかだいぶ違うのです。なので2人がどれくらいあそこにいたのかはさっぱりわからないのです。マジかよ。あのそのファーナルース様は見つかりたちを呼び出した後どうなったのですか？はっきりとは伝わっていません。見つかりを呼び出した時に命を落としたという話や、中には未だ彼らの居城に幽閉されている、そんな話もあります。幽閉？おい、その居城ってのはどこにあるんだ？居城の場所は私も知りません。見つかりの、いえブレンディレスの居城は誰もバハムート軍の人間すら知らないと聞きます。はあ？誰も知らないってどういうことだよ。落ち着くラン。そもそも100年前の、それも石板に書かれるような伝説の話だよ。名前が同じだけで母さんが関係してるのかどうかは分かってないでしょ。いや、まあそうだけど、姉ちゃん本当に関係ないって思うのかよ。大体さ、母さんの名前とか思い出してることとか私たちの記憶がどれだけ信用できるの。
で、ランに行ってもしょうがないか。なんだよ姉ちゃん。なんでもない。バハムート軍のことでしたら連邦の加盟国で話を聞いた方が情報が集まると思います。この先にあるサロニアも最近連邦に加盟したと聞いています。え？マジで？それって俺たちが行こうとしてるところじゃね？セイラさんたち知らなかったんだ。まあでもこのまま行くしかないか。そうね。このままツインエスのこと聞かないで戻っても何のお使いもできてないってことだしね。ちょっと興奮しちゃって悪かった。なんかいろいろ教えてくれてありがとな。いえ、私も新しい見つかりと疑いいきなり襲ってしまってすみませんでした。サロニアに行くには途中で氷柱の崖を通らなければなりません。火属性の魔法を使えるミラージュがいると道中が楽になるかもしれませんよ。それはもう一つのラグナロク。それは新たなセイバーにより始まりし、それは誰のクゼなのか。クゼなどいらぬ。幻影か。まあしかしこれの方が性に合っている。待つのは疲れた。どうした姉ちゃん。ううん、なんでもない。ちょっと懐かしいよ。ちょっと懐かしいような不安になるようなそんな気配を感じただけ。戦闘で睡眠にかかると全く何もできなくなる。殴ってやれば目が覚めるんだが、味方を殴るのは気が引けるなら元気薬を使うといいぜ。ほら、持っていけ。第6幕、表現の休息所。